はい、どうも、トウカです。やってきました、戦国大戦。そうですね。まあ、今回は51パックですね。はい、確か、35だか4だかやった時でカード切れ起こしまして、そうなりましたね。はい。それ以外、とりあえず、排出順、同じ筐体排出順となっております。まあ、そうですね、前半後半に分けてやりたいと思いますね。前半25、後半26って感じです。はい、じゃあとりあえずやっていきましょう。前半まずは25パックから開けていきます。9カードはスルーですね。はい、おお、大姫エラッタは何だろうな、これ柵がついたのかな。はい、島津忠清、これは多分新規カードですね。はい、おお、 1.5 個水5アチってなかなかですよね。まあ特技はさすがにないですけど。はい、うん、投げトークンですね、式に。狙い目はやっぱ SR の毛利元成とか、あと新カードだなこれ、井上九郎左衛門74漆喰軍持ち、陣形ですか。敵の統率力を下げ、範囲内敵の部隊数が少ないほど自身の武力が上がる。さらに自輪ゲージが増加し、自身が敵を敵対させるたびに自輪ゲージが増加するようになる。へえ、なんか強そうな感じだな。はい、新カード。なんだ？貫六之助。采配持ちですね。86、防作中世、ニコス。あ、武断派か。はいはい、なるほど。豊臣家の味方の武力と中世度は上がる。ただし効果終了時に中世度が下がるか。ダブリと、はい、やっぱ全国大使館もちょっとやったんですけど、やっぱ共演が強いですね。自分がやったのが確か上杉と無二だったんですけど、かなり強かったですね。あ、新カードだ。戸沢森康、83、正持ちの槍ですね、ニコス。あ、こいつ前馬だったけど、槍になったんですね。特技の合計数が多いほど味方の武力が上がるか。あ、この合計数なんで、いろんな種類の特技入れりゃいいってもんではないんだわけね。さっき時忠だ。これエラッタかかったんだ。ああ、なるほど。統率が1上がったんですね。これも進化ですね。義弘かな？宗行。はいはい。お、続けられてたな。なんかひょっとして見覚えあるな、やっぱ。いきなりダブリかよ、おい。岡部元忠。はい。使ってみたんですけどね。まあまあ強いっすよ。移動速度が結構上がるんで、自分は受験にと合わせて使ったんですけど、速度上昇時がなかなかなんで、うまいレート結構強いそうな感じですね。はい。ただつく、77、これちょっと使いたいんだよな。
使いたいですね。あれ、なんかサクサクいっちゃって結構早いな感じだけど。一発目もあんな。運の六郎。何気に持って引いてなかったかもしんねえな。ちょっと俺、わかんない。はい。なんか SR の封入率上がったっつけど、全然そんな感じがしねえな。ほんとかよって感じだな。例えば、前回の動画で気づかなかったんだけど、これ、武力下げる意味あんのかね？だって、場外出たらリセットされるわけだから、なんか意味わかんないな、これ。はい。本当は全コーナーに負けるつもりだったんですけど、なんか、サクサク進んだんで、このままいきますね。はい。お、キラチカサだ。72、両持ち。国令ですね。民兵だと武力が上がる。ただし槍が短くなり、効果終了時に兵力が下がる。先兵だと武力が上がり、兵力が上限を超えて回復する。なるほど。先兵がめんどくさそうだな。SR まだ1枚しか出てないぞ、おい。ダブリの SR1 枚。お、やった共演ですね、確か。はい。大堀鶴姫。弓だと同時に弓攻撃できる部隊数が増加するか。使いたい。どうだろう。この前に吉久と合わせて使ってみるかな。ゴミがすごくなってきた。さあ、なんだろうなーって、おい、お前かよ。これがあるか、今回ちょっとね、モチベーションが上がんないですよね。98白身。何が変わったんだ、これ。あれ？なんか変わったか。あ、もう、何が変わったんだ、これ。よくわかんねえよ。いやいやいや。いや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 、これさ、排出する意味あるかね、ほんと。勘弁してほしいわ。お、鈴木忠重。これ持ってないな。22で作持ちか。お、コピーですね。ほーん。いやー、もう1枚新ケースあれが欲しい。あ、これもエラッタだ。あ、猛襲がついたのか。へえ。きたー。はい、武田信玄共演ですよ。80槍魅力持ち弓、あ、弓ねえ弓ねえわ、これ。槍と馬と鉄砲か。鉄砲あんまイメージねえか、弓でいいんじゃないかな気がするんだけど。弓がないので使えません。はい。残念。けどよかった。新ケースある出ましたよ。こいつ、あ、こいつそうか、鉄砲になったのか。前は弓でしたよね。はいはい。スペックも確か53からだったのが55になってんのか。お、石田三成47ブームの翼3
ファイナル味方の忠誠度の合計値が高いほど、豊臣家の味方の武力が上がる。ファイナル自身を除く味方がいないときは、自身の武力と移動速度と突撃ダメージが上がり、突撃するたびに全ての味方の忠誠度を回復するか。結構嫌なカードだね。これ、モーリーの新規カードですね。槍 5.5 忍びですね。55忍び持ち。武力と槍の長さが上がり、敵の攻撃の対象にならなくなる。さらに、統率力に戦闘ダメージを与えられるようになるか。俺、僕、狙撃できないんでね。もう一枚ぐらい数量出てくれると嬉しいんですけどね。はい。おお、出た。朝倉影立て77ですね。槍になりましたね、こいつも。柵持ちか。柵は変わらないのか。はい。範囲内の敵の武力、部隊数が少ないほど敵の武力を下げる。さらに対象の敵を撤退されると、復活時間が増えるようになる。妨害ですね。はい。冥府魔導。まあ、前の計略の方が好きでしたね。兵士も弓だったし。なんだかんだで残り4パックですね。数量はもちろん出ねえか、これ。どうだ。あ、出た。おー、いろは姫ようやく引いた。ようやく引けました、いろは姫。これは全バージョン9レアですけど、嬉しいです、単純に。結局。あ、ようやく引けました、いろは姫。はいはい。よかった、よかった。あ、のみさんだ。ん？お、武力68。そう、一度確か5になったんだよね。それがまた戻ったのかな。伏兵法6。68だから、うん。結構使えるレベルになったんじゃねえかな。敵の総統速を下げるから、砲兵デッキにも入れやすいと思うんだけどね。四季さんだし。うん。ちょっと入れようかな。エラストですね。はい、罠逃げに新規カードでした。はい、妖獣院。北条家味方の武力が上がる。特技新規性を持つ味方は代わりに武力と統率が上がり、新性レベルの上昇速度が速くなるか。はい、結構いいんじゃないですかね。まあ今回はこんな感じでしたか。はい、新規カードはまあここら辺でしたね。結構もう揃ったんじゃないか、コモン、アンコモンあたりは。で、レア以上がこれですね。これがちょっと使いたいですね。そういえばあれ引かなかったな。調査壁見て思い出したけど、相撲取り。あれ2回ぐらい当たったんですけどね。めんどくさいですね、確かに。三子で弓、6部隊の弓全部当ててもなかなか死なねえでやるからね、あれ。びっくりしたわ。あとこれ、ね、これちょっと使いたい。で、SR は、ダブリの新 SR が1枚で、で、イロハイメ、これ持ってなかったんで嬉しいですね、単純に。で、新規 SR、武田信玄、共演ですね。弓がな使えないんでちょっと残念ですけど。で、エラッタ SR、キッカー、元ある。まあ、51パックで SR4 枚だから、まあまあ確かに排出が実は上がってんのかもしれないですね。はい。というわけで以上は、今回は以上ですね。はい。まあ、来週はちょっと休むと思いますんで、また動画上げるときは再来週かな。はい。その時はまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしければお願いします。では。